ええー、仏様にあげたご飯捨てているのですか。金箔が。 吹いてもはげない国産物お仏壇の販売が定食永田幸喜でございます2018年8月18日今朝の5時41分でございますですねはいで実はですね昨日お客様からこ来られてですねいやーあの仏屋さんって私はもう朝揚げたご飯とお茶もう夜になるとカパカパになってるから捨ててるんですよってえ本当ですかっていやだってなかなか食べたくないですもんね冷たくなってとかおっしゃるんですよであーでお客様それ だったらですねってあの私はですねもうあのあの朝あげてですね でそれをですねあのもうすぐいただきますって、まあ、あの一応は朝あげて一応般若心経とか言えばあのちょっと唱えてですねその後もうあ,ありがとうございますと言うてですねもうご飯をやっぱこうもうおろしてですねもうすぐいただきますとであの仏様はですねあの湯気をいただくそうなんですよね湯気を召し上がれるそうなんですよ。ですからもうあの ですからもう、まあ、どうぞもうお召し上がりくださいませということで、まあ、ご飯とお茶あげてですねでまあそのあとですねもおろして私がいただきます。やっぱあのその時やったらまあ食べやすいですよね。これがやっぱりあの お昼夕方になるとなかなか食べるの難しくなりますからですね。で,ですからもうあのー、まあ虫とかもやっぱり色づくかもしんないしですね。ですからもう私は朝からいただきますよっていうご提案をさせていただいたらまあああそうかもしれんねっておっしゃっていただきました。やっぱですねまあまあ捨てるのもったいなかですもんね。まあもっと私がご飯の食べ過ぎで禁酒したのに中性脂肪が上がってるって男なんですけどですね。はい、まあまあそれはともかくですね。ですから、あのー、私はですね これあくまで私の事例ですけど、私は仏様にあげたご飯、お茶、お水ですね。それはもうすぐいただきますと。朝からですね。はい。というわけでございました。何かのお役に立てれば幸せでございます。はい。では、ここまでこの動画を見ていただいて、誠にありがとうございました。皆様の開運ごあってん心より、お祈り申し上げます。